たら中が選ぶノンアルコールビールおすすめはアサヒストライゼロ、はい、おすすめです。じゃあ第2ラウンド、さっきビールやったんで、うん、次はノンアルコールチューハイカクテル、うん、俺の中ではもうノンアルだからジュースじゃないかなと思って、うん、こっちは全く飲んだことない。ジントニックとかさ、ベースになるお酒があるわけ、うん、そこにどう似せてきてんのかっていうのも気にはなるわけ、ね、うん、梅酒でもさ、梅ジュースとは書いてないわけじゃん、うん、そっちに似せてきてると思うかな、うん、まあ確かに、うん、どうですか、ワインを選んでましたけど。え？あれ？ワイン言い出したら絶対アキさんだから。まあね。あのさっきと一緒で抽選から。じゃあ行きまーす。1番目。2。お、3。混ざってない説があるなこれ。じゃあ2回戦目の A ですね。8番です。8。お、4。4。次3回戦ね、もう1回どうぞ。1だし、はい、今回なんかバラバラだな、うん、6ですね、4回戦目、ね、7番。じゃあ最後何の数字を送るか。はい、5です、はい、これでノンアルコールカクテルチューハイトーナメントやっていきましょう、うん、じゃあ A か、 A か、はい、あー、CC でもない匂いは、うん、ジュース、あーでもなんかこういう感じね、ジュースっていうよりはちょっとやっぱり甘みがあれなのかな、そんなもんなのか、もうジュースにしか感じない、うんうん、これも好みだ、まあまあこれは好みだね、いいだね、うん、でも匂いワイン、ブドウジュースではない、うんうんうん、ちゃんと渋さもつけてくれてるから、うわぁ、むずまあでもノンアルコールでって考えると、ノンアルコールでって、ノンアルコール、そうか、うん、分かった、じゃあもう俺は単純に好きかと思う、まあまあね、はい、よろしいでしょうか、せーの、はい、おおおおおB、 ちなみになんで B なの、どうぞ、 B の意見、俺は A のが好きだけど、ノンアルコールって言ったら B なのかなって感じ、うん、あー、タワー残った味の感じとか風味なんかはワインな感じだったから、まあ、渋みっていうのかな、うんうんうん、あったね、たくさんは、俺は単純にもうこっちが好きだっていうのと、進んでくれたらもう一回飲めるわけでしょ、あ、そうだよ、うん、だからもう一回飲みたいなっていう感じ。あ、そういうことね、そうそうそう、チバ君 A ね、酒っぽさとかそういうのは抜きでね、抜きで自分で飲むなら、なるほど、まあ確かに、これ梅酒じゃないの、うん、梅酒っぽいね、でも匂いかけばわかるじゃん。じゃあ A で、はい、じゃあ A で、はい、あ、違う、違う、ね、匂いは違う、匂いせんの、せんね、え、なにこれ、白じゃないのかな、あ、そういうことじゃないかもしれない、でも違うのかな、でもほんのり梅っぽくない、そうそう、梅酒って言われば、梅酒っぽい、ね、匂い全然しない、梅酒ってもっと梅だよね、そう、匂いがすごかったような気がするけど、はい、じゃあ B で、 B で、ああ、なにこれ、これがこれ人工ジンジャーニックジンジャーニック、それがわかるってことはみんな飲んでますね、あ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 、飲んでます、なるほどね、きついね、これなんか、そう、アルコール入ってないけどアルコール感がすごいよね、勝、うん、ってくるよね、なんか、あ、あ、そうか、むずいな、どうだろうな、まあ、まあ、はい、okay、 はい、よろしいでしょうか、はい、はい、せーの、お、割れた、A の意見から聞いてみるか、あ、そうね、 A の意見を、じゃあ会長、 B はさすがに苦手だなって思った、 A は飲みやすかったかな、うん、まあお酒って言われるとまあ微妙だけど、うん、まあ、B が何しろ無理だった、あ、柴先生は単純にどっち飲むって言われたらこっちの方が飲みやすかったB の意見、 A はね、どっちつかずな感じなんだよね、うん、確かに、うん、確かに酒感は少ないかもしれない、ね、その飲みにくさもちょっとあったけど、うん、ノンアルでアルコール気分を味わいたいって言ったらこっちかな、じゃあ割れたということで、そっちが A、 そっちが B、 うん、あ、はい、どっちが好きだったか、A、
A。 A。 匂いがすごいな。うん、あ、嗅いだことある匂い。若干やっぱり、うん、そうノンアルっていうだけあって寄せては来てる、うん、めちゃくちゃ甘いとかじゃなくて、ちなみにさ、ノンアルって本当にアルコール入ってない？入ってない。これ飲んで捕まってアルコール出るわけないよね。寝たらノンアルじゃなくなるので、ね、表示はしっかり見た方がいいと、うん、まあね、あ今日行ったところでも 0. いくつ入ったやつが微アルコールってノンアルのところにあったから、それも飲んでるんでしたっけ。一応基準がギリ通るんだよね、うん、いっぱい飲むとダメだよね、確かに。1本ぐらいだったら大丈夫なのか、捕まってちょっとでも出たら運転は控えてくださいって言われるね。あ、体質にもよるかもしれない、うん、出やすいとか あるか分かんないけど、じゃあ次 B いきますか。はい、あ、白っぽい。んあー、これあれだね。あー、これハイボールか。ハイボか。匂いが寄せてきてるっちゃ寄せてきてるね。そうだね。ではいきますよ、せーの。はい、あ、めっちゃ迷った、うん、迷った。じゃあ感想聞かせてください、うん、寄せてはいるかなと思うけど、このハイボールは無理だなと思っちゃった。どっちも寄せてきてるから、だったら香りが一番似てる A かなって感じで、ハイボール飲めるけどちょっとこの味は嫌だ、嫌だ、まあ、しょうがなくこっち。あ、なるほどね。こっちもちょっと甘すぎたから。あー、まあね、甘さはあったね。こっちもこっちも良かったけど、ノンアルって考えた時にこっちは甘すぎたから、うん、でも全然嫌いじゃない。じゃあ行きましょう、A。 これ梅酒の可能性もあるのか。ん、何これ、レモン系だよね。うん、あ、これ白ワインか。白ってこんな味、渋くない？最後の渋さがさっきと一緒だもんね。白を飲んだことがないからもう分かんない。なんだそれ。はい、じゃあ次 B。 アクエリアス、うん、アクエリアス。炭酸みたいな感じ。完全にアクリルですよね、うん、これ。これむずいな。さっきのね、ビールの時と一緒で、天心たけるだわな。ここ天心たけるセンターバイで。あ、もう決まってるよ、でも。全然ダメだな。あ、ダメだ、ダメだ。決まってたよ、今。いや、今癖でみんなやってるの。あ、よくない。はい、じゃあいきます。はい、せーの。はい。A で。B。B。B。マジか。B の意見。いや、でも本当難しかったけど、どっちも酒感もあったし、うん、やっぱ飲みやすいのは B かな。 B はただただアルコールの入ってないグレープフルーツサワーみたいな。あー、なるほどね。はい、どうかな、まあ、単純に飲みやすかった。飲みやすさはね、あった、本当に、うん、こっちの方が飲みやすかった。いいですか、じゃあ準決勝、はい、A から。B。どうしようかな。悩むな。せーの、はい、お、おー、 B です。梅酒はね、味がとりあえず薄いから、うん、赤ワインの方はずっと渋みが残るから、まあ、ノンアルコールとしては A の方がいいかなという評価です。じゃあ B の意見どうぞ。やっぱ後味も酒感両方とも若干あったと思うし、赤ワインが苦手なのかもしれんけど、そういうところで B かなって。赤ワインの最後に残る渋さが今になって嫌になった。この飲み続けてきて、これと比べると飲みやすさはこっちの方があったのかなと思って、うん、先生多分梅酒が好きです。あ、今になってこれあるよね、それね。はい、じゃあ次 B。 あ、うわ。体調なんか溜まってきてますけどね。じゃあね、どんどん飲んでくると口が変わってくるんだよね。甘くなったり逆になったり。あー、これ迷う、マジ、どっちだ。やっぱいろんなのちょこちょこ飲んでると感じが変わってくる。1回目飲んだ時と2回目飲んだ時は全然違う。1回目飲んだ時はこれいいかもって思うけど、2回目飲んで、うんって思う。せーの、はい、B です。あ、割れた。ちょっと待って、割れました。 A の意見から。カシスだと思うけど、うん、あれって思ったけど、こっち飲んだ時にもっとあれって思ったんだよね。って思ってやっぱこっちだなと。両方飲んで味が残るのは A の方がはっきりしてるから、うん、普通のカシオレに似てるような感じがする。B派ね。
俺はもうこれ飲んで甘ったるすぎて、ずっと飲むとかだったら甘ったるくない方がいいかなと思ってますよね。中でもちょっと甘すぎる。まあまた割れたということで、はい、どうぞ。これ飲む順番もあるかもしれないね。はい、どっち B。 じゃあ決勝です。これで決まっちゃうんだよ。間違いないね。 B。 カシオレ飲んで後とまた違うよね。全然違うんだよな。これは好みだね。もうしょうがないね。うん、味統一してるわけじゃないからね。OK、じゃあ最後せーの、はい、また割れた。今は私が決めちゃう感じになるね。あー、これ迷う。さすが決勝やということで決まりました A。 はい、おめでとうございます。 A は梅酒だろ。梅酒でしょ。梅酒でしょ。以外ないし。いや、うん、あ、やっぱ甘くて、あ、グレープ、やっぱグレープサワーですね。迷った、ほんとマジでグレフは、うまい、それうまかった。ちょっとスポンドリ感あるけど、うん、まあ、これでも個人的にこれが一番好きです。レモンド、あー、レモンド飲んでないんだ。メーカーとかにはごめんなさい、ハイボールはないわ。俺も思ってた。ほんとセメロガンかと思ったもん。でもハイボール選んで、選んでよ。ハイボールと飲む気満々だったやん。ここで上がってくるのはカシオレか、うん、だからやっぱりこの酒感って考えるとこっちかなと思ったから選んだけど、あー、ワインの白、ワインの白最後でしょ。うん、グレープフルーツとワインの白、うん、決勝に行くやつと当たっちゃったから。そこも良かったもんね。ここ良かったね。ワインの白と、うん、その前に何を飲むかでだいぶ変わる、うん、変わる変わる。特に赤ワインとカシオレ、うん、めっちゃ混乱させてくれる。ずっと残ってるからね。口の中に間に水飲むべき。そうだ ね、 そうだね、水飲むべきだったね。僕らがおすすめするのは梅酒ノンアルコールですね、うん、以上、たらこチューブの秋とカット、はい、ちゃんとくーちゃんとヤットとシバット池尾会長でした。はい、ありがとうございました。